AC 奈良のパルセーラの皆さんをご紹介しましょう。地元長野市を中心としたサッカーチーム AC 奈良のパルセーラ。ここ松代から近い南長野運動公園で週末は試合が行われており、トップチームは J2 昇格、レディースチームはなでしこリーグ1部、優勝を今季の目標に戦っています。本日はレディースチームから選手2名が来場しております。すごいよね。ではよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、長野パルセイロです。ですね、今日は、長野松代、10万石祭りということで、今日は自分去年まで、選手してました大橋と言います。で今日はね、2人の、レディース選手が来てくれましたので、ぜひ今後パルセイロを応援していただければなと思いますので、今日はあとこの後ですね、オークションもありますので、ぜひ皆さんにね、すごいものを持ってきたので、ぜひ皆さんでオークションしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあレディース選手のちょっと紹介を自分たちにしてもらいたいと思いますので、じゃあ遠心長野パルセロレディースの背番号25番松田春奈です。よろしくお願いします。それだけ？もう一個なんか今後の残りの抱負とかね、ぜひ。残り2試合ですが、勝てるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。応援ぜひ来てください。はい、AC 長野パルセーラ27番の古舘千人です。大丈夫。残り2試合勝てるように、はい、チーム一丸となって戦っていくのと、自分自身チームの勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でパルセーラなんですが、ただいまトップチームの方が、まだまだ、厳しい戦いが続くんですけど、残り、6試合、2位のチームとは勝ち点7差で、1位とはちょっと10以上離れてるんですけど、まだまだ可能性がある限り、自分たちはクラブ一丸となって戦いたいと思いますので、ぜひ皆さんも南長野で試合がある時には、ぜひ応援に来ていただければなと思います。でレディースチームの方なんですが、今日、アウェー神戸戦、あいなく神戸と試合をしたんですが、ちょっとですね、結果の方というのは負けてしまったんですが、まだ、3位にいますので、ちょっと1位との、ね、差っていうのはあるんですが、ぜひ2位を、ね、目指して彼女たちも頑張っていきますので、トップチームはホーム戦が残り3試合で、レディースチームが残り1試合という形になってますので、ぜひ南長野松代のね、場所からは近いですので、ぜひ応援よろしくお願いします。で今日なんですが、ちょっとオークションさせていただきたいなと思ってきました。で持ってきたユニフォーム、今彼女たちが着てるんですが、9月25日男子チームで、10月の2日にですね、真田丸、真田との記念コラボユニフォームということで、その2試合だけ着たユニフォームっていうのが彼女たちが今着てるんですけど、で右肩の方にですね、長野松代書いてあります。でですね、このちょっとね、縦のストライプのラインをね、よく見てもらうと、六門線松代ね、真田丸、六門線、こっちの肩にも入ってるんですけど、ここにも入ってます。そういうようなね、記念ユニフォームを今年チームとして初めて、作らせてもらいました。でこのユニフォーム、をですね、ぜひ今日はオークションという形で、皆さんに落札していただきたいなと思います。で今日持ってきたユニフォームなんですが、トップチームの選手着用、選手用ユニフォームで、その選手の背番号のサイン入りユニフォームなんですが、背番号1番の男子田中健吾選手で、もう男子もう一人が背番号4番内野選手、皆さん知ってますかね、田中健吾と内野選手を持ってきました。でレディースチームなんですが、キーパー21番の林崎選手、スタメンでね、アンダー23の、なでしこ代表にも選ばれてる選手がね、
着用した、ユニフォームとあと背番号20番の内山智代という選手がいるんですが、その選手が着用のユニフォームを持ってきましたので、ぜひ皆さんに総額をね、総額を出していただけたらね、ありがたいなと思いますので、ぜひ次どうする、レディース行く、レディース行こうか、うん、レディースのキーパー林崎、アンダー23のね、なでしこ代表で今後ねちょっと期待されるキーパーだと思うんですけど、ぜひ皆さんにもねちょっとこれを機に知っていただいて、今試合にもね、出ているので、ぜひ応援していただければなと思います。じゃあこの、林崎選手のねサイン入り記念ユニフォーム、下もついてます、ソックスもあります、全部セットアップですね、あと残るは2着になりました。ちょっと当初6着をね、6着ぐらいっていう、すいません、いただいたんですけど、あとちょっと2着になりました。でトップチームの方でね、次はねフィールドプレーヤーディフェンダーの背番号4番内野選手、イケメンですね、イケメン、皆さん知ってる人は知ってると思うんですけど、ほんとこういうユニフォーム出ないんでね、ちゃんとサインも入ってます。でユニフォームの特徴は、男子が槍、槍をモチーフにしててですね、女子はね薙刀っていうのをねモチーフにしてるんですけど、本当に今年しか作りません、多分これは何度も言いますけど、本当今年しか作らないと思います。真田のねブームにちょっと乗っかってみたんですけど、ぜひ皆さんにね、この内野選手の、ユニフォームを落札していただけたらなと思いますので、あ、次美女、じゃあちょっと説明して、次の内山智代選手なんですけど、レディースで一番の美女って言われてる、本当にキャラも、キャラもいい人なので、もう自分も欲しいぐらいなので、ぜひお願いします、お願いしますということなんで、内山智代選手ね、在籍もね非常にレディース選手の中でも長くてですね、今もなでしこの2部かな、チャレンジリーグかずっとプレーしてきてね、目標であるなでしこ1部でのプレーっていうのをね彼女自身叶えて、今もなでしこジャパンで、あ、なでしこでね、リーグで頑張っています。で今日もね試合の方には行ってるんですが、途中出場したみたいなんでね、ぜひそういう選手もいるので皆さんには、注目していただいてね、ぜひこのユニフォームをね試合スタジオの試合会場で着ていただいて応援していただければなと思います。すべて、オークションの方をやらせていただきました。この、真田の記念ユニフォームっていうのは今年だけで、こういう風なデザインを、させていただきました。松代のね皆さんにも、多大なるご協力を得てこのようなユニフォーム企画というのをね、させていただきました。本当にこの松代はね、南長野にもものすごく近いので、ぜひ松代の皆さんにもですね、一緒にパルセイロを盛り上げていっていただければ、ありがたいなというふうに思います。ぜひね今後とも、パルセイロトップチーム、そしてレディース、今日来ていただいたね、松田春奈選手と古舘千人選手、これからまだまだ若い2人ですので、頑張っていきますので、ぜひ皆さんにも応援していただければなと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。